今日もね、劇団スカッシュ、ゆうやの日ということでね、やっていこうと思うんですけれどもね、今日はね、まずはこちらを発表したいと思います。けけんどうですか？これ、ゆうやの日のオープニング作っちゃいました。これね、大地くんがね、ファイナルカットプロを持っていれば、キーフレームっていうのでね、簡単に作れるよっていう講座をやってたんでね、それでちょっと動画、これ作ってみました。どうですか？僕でも簡単にできたんで、よかったらみんなもね、大地くんの動画を見て、なんかいろいろやってみたらと思います。てんでね、今日は簡単な小話をね、サクッとしていこうと思うんですけれどもね、僕の牛丼屋で働いてるんですけども、そのゴリラキャプテンっていうのが、まあ過去にもちょっと出てきたことあるんですけども、めちゃくちゃ優しいね、そのキャプテンなんですけれども、最近その人がなんかどうもそのパソコンにハマってると。2ヶ月に1回ぐらいのペースでパソコンを買うんでね、名前言っちゃったんで今ちょっとカットしました。ゴリラキャプテンね、で基本的にそのパソコンを別に使う用途、まあ、ないって言ったら失礼なんですけども、そんなにそのすごいスペックがなくてもいいぐらいらしいんですよ。なんでかというとネットサーフィンとかそういうのがメインだって言ってたんで、なんでね、ちょっともしかしたらなんかやってんじゃない、動画でも作ってんのかなと思って、いやゴリラキャプテン本当は何やってるんですか、そんないいパソコン2ヶ月に1回ぐらい買ってって言ったら、実はね、ベンチマーク測ってんのよ。どういう意味ですか？まさかいいパソコン買う理由ってベンチマークでいい数字叩き出すために買ってるんですか？そうだよ。とかって言ってね、ゴリラキャプテンってのは本当マニアックな人なんだなと。わかりました。ベンチマークっていうのはね、そのなんかパソコンの性能を、ね、調べるなんかあのやつなんですけども、数字でね、まあ、分かりやすくなんか俺のパソコンだってベンチマークやると2000円とか、もっといいパソコンだったら3000円とかになるんですけど、そのいい数字が見たいがためにいいパソコンを買うとね、いうね、小話でした。 あともう一個ね、ほんと短いサクッとした小話として言えばね、その若めじいさんがね、最近ケリーパミパミにハマっているということで、今度一緒にカラオケでも行こうかなと思います。じゃあまたね、今日はオープニング作ってて大変でした。バイバーイ。これどう？